実は私、学生の時まではめちゃくちゃ効率が悪い勉強法をやってたんですよ。まあ、英語やっていくにあたって、やっぱりちょっと要領悪いと、大人になると仕事もあるし、プライベートもあるし、時間がないと思って、勉強法を学び直した結果、まあ、TOEIC だったり、HSK だったりがね、効率よく取れるようになった、まあ、結果が出てくるようになったんですけれども、これね、本当にね、もっと早く知りたかったって思うんですよ。学生の時にもし私こういう勉強法を知ってたら、多分人生またね、変わってたんじゃないかなって思う、やり方を今日みんなにお伝えしますので、まあ、勉強してる方、まあ、周りにいたらぜひ教えてあげてほしいですし、皆さんだけじゃなくて、まあ、子供さんいたりとかしたら、ぜひこの辺ね、早いうちに教えてあげるといいんじゃないかなと思います。もちろんですね、みんなも明日から取り入れられる勉強法なので、ぜひしっかり今日の5つは覚えていってください。じゃあ早速ね、何をすればいいのかってとこなんだけど、まず結果につながるやり方を今日は教えますので、結果出さないとやっぱりね、意味ないと思うので、まあやり方知ってぜひ結果出していってほしいんですけど、5つポイントがあって、先に5つご紹介すると、1つ目が苦手分野の克服です。苦手克服とか言うんだけど、これやっちゃいけないんですよね、あんまり。で、2つ目が参考書を読むこと。え？って思うかもしれない。後で解説します。3つ目が得点の記録。例えば TOEIC の模試の点数を記録するとか、そういったところですね。これ実はね、あんまり良くないんですよね。で、4つ目がノートを整理すること。綺麗なノート書くのはあんまり良くないですって話なんですが、じゃあどうすればいいのか、またお伝えしますね。で、最後5つ目が意思です。意思力とか言うと思うんですけど、これね、とあることには意思大事なんだけど、そうじゃないことには意思じゃなくなってくるっていうところね、逆転しちゃうので、その辺のね、使い方を今日は皆さんにしっかり解説していきます。でですね、まず1つ目の苦手克服なんですけど、なんでこれやっちゃいけないのかっていうところなんですが、やっぱりね、得意の伸ばした方がいいんですよ。まあ、皆さん学校の成績でね、オール3狙いたいって思う方も多いと思うんだけれども、私実は高校生の時に英語頑張ろうって決めて、で、まあ、英語ばっかりやってきたんですけど、なぜ英語頑張ろうって決めたか分かります？その理由。ちょっとね、しょうもない理由というか、結構下心あるような理由だったんですけど。なんかね、中学ぐらいの時から私人生を人よりも効率的に生きたいって思うところがあって、どうすれば、なんかこう、人生勝ち組になれるのかなって、中学生、高校生ぐらいの時に考えてたんですけど、中学生の時は、なんか学歴が大事なのかなと思って、だから学校の成績取ろうというふうに頑張ってたんだけど、高校生ぐらいになると、なんか違うなって思ったんですよ。なんかこう全部学歴ね、通るのを目指すのもちょっと違うなと思って、効率悪いしなと思って。じゃあ何をやったらこの人頭良さそうって思われるんだろうっていうことを考え始めた結果、英語だなと思ったんですよ。英語ができてれば、たとえ数学とか社会とかできてなくても、なんか頭良さそうじゃないですか。で、さらに突き詰めて言うのであれば、英語の中でどれができてたら、例えばリーディングができてたらとか、スピーキングできてたらとか、どれができてたら英語が話せそうに見えるかなっていうところを考えた結果、発音だなと思ったんですよ。だから、英語の文法とか単語とか知識なくても、なんか、My name is Arisa とかっていうふうにこうかっこよく言うと、なんかちょっと違うなと、この人英語喋れるのかなっていうふうに見られるかなと思って、英語の発音をね、結構メインで頑張ってたんですけど、そんなしょうもない理由です。でも、そんなしょうもない理由で、英語の力入れてきたおかげで、社会に出てからは、もう、ダントツでその力役に立ってます。ジャンルとかにもよると思うんだけど、私の人生では数学とか社会とかっていうよりかは、やっぱり英語がやってきてよかったなと思うので、本当に得意なとこ、苦手な算数とかさ、頑張っているよりかは、もう英語に費やしてよかったなと思います。なんなら今から振り返ると、もっともう数学とかやらなくていいから、逆に英語だけはしっかりやりなさいっていうふうに言ってあげたいぐらい、本当に苦手よりかは得意伸ばす方に集中するべきかなと思います。これ、アメリカの教育って結構そういうとこ多いんですよ。褒めて伸ばす文化。で、すごい面白かったのが、私23歳の時に演技留学でアメリカのニューヨークフィルムアカデミーっていうところに行ったんですね。ユニバーサルスタジオ、皆さんご存知だと思うんですけど、ロスにある本場のユニバーサルスタジオの隣に学校があるんですよ、フィルムスクールが。で、そこは監督学科とか、こう、アクティング学科の生徒がいて、で、私はそこのアクティングの方に行ってて、スティーブン・スピルバーグとか、皆さんもね、お金と時間さえあれば全然行けますよ。行けるとこなんだけど、スピルバーグにしろ、ジョディ・フォスターとか、シャリーズ・セロンとか、そんな方たちが通った学校があるんですね。で、そこの学校に通ってた時に、私、当時、英語が全然な状態でいきなり行ってしまったので、クラスの中でも本当落ちこぼれだったんですよ。みんなだってアメリカ人、もう英語できる前提だしさ、ドイツ人とかでもペラペラだから、それで演技をやるところだったんですよね。だから何をやるにしても、発表してくださいって言われるにしても、何をやればいいのかあんまよく分かってなかったから、絶対一番最後だったんですよ、私が。っていうぐらい本当に落ちこぼれだったんですね。で、そんなある日、先生とのね、面談がありますと、そのクラスの授業の先生と。なんか、ちょっと英語をまず君の場合やった方がいいよとか言われるのかなって思ったんですよ。演技力もなんか伝わらないとか言われるかなって思ってたら、全然そんなことなくて。
すっごい褒めてくれるんですよ。なんか自分はもうアカデミー賞狙えるんじゃないかと思うぐらい、すごく褒めてくれて、その褒めてもらって嬉しいとか、そういうことすら、うまく上手に英語で伝えれなかったんですよね。で、悔しいなと思って。だから英語をより頑張ろうと思って勉強し始めたんですけれども。まあそんな感じで、アメリカの先生でめちゃくちゃ褒めてくれるの。でもそれからね、帰ってきて日本に。演技のモチベーションめちゃくちゃ上がってるから、よしと。東京の、とある、まあみんなが知ってる、絶対知ってる有名な映画を作った監督のワークショップに参加しようってなって。参加したんですけど、まあ、これ多分その監督が悪いとかじゃなくて、日本の文化としてそういう感じのなんか習慣があると思うんですけど、やっぱり悪いとこしか言わないんですよね。ここがダメだから、こういうふうにした方がいいよと。で、そうじゃなくて、もちろんね、ダメなところ指摘するのも大事だし、だからこう伸びていくんだと思うんだけど、そうじゃなくて、君のここがいいから、もっとそこがこうなるようにした方がいいとか、君はこれがユニークだから、特徴だから、そこを伸ばした方がいいとかってなくて、ここがダメだから伸ばした方がいいっていうような教え方をしてたのを見て、あ、なるほどと、なんか、すごくその違いを感じたのを今でも覚えてます。まあ、どっちが好きとかはね、人によるかもしれないんですけれども、やっぱり人間なんで褒めてもらうと嬉しいと思うので、褒めてね、伸びるタイプ。だからこれ、オンライン英会話とか、皆さん英語教室とか習う時も、先生見てみてください。結構ね、フィリピンの先生とかもめちゃくちゃ褒めてくれると思うんだよね。名前言っただけだよ。アメージングとか、なんて素晴らしい名前だみたいな 言ってくれたりとか しません？ あるんだけど。ダメなとこもちろん指摘しなきゃいけないんだけど、その教え方はね、一つの基準として見てもらうといいんじゃないかなと思います。で、二つ目のダメな勉強法、頭の悪い勉強法が、参考書を読むこと。で、と思うかもしれない。私も実は参考書とか教本とかがめっちゃ好きで、問題集はね、あんまり好きじゃなかったのね。だから、高校2年生の時に英検2級取ってるんですけど、教本ばっかやってましたね。だけど実はそれあんまり良くなくて、参考書とか教本を読むんだったら、その分問題集をやった方がいいんですよ。だから頭の悪い勉強法としては参考書を読むこと。で、頭がいい勉強法としては問題集を読む、やることなんですね。なんでかというと、まあ、ここに HSK のテキストがあります。あ、これ、去年だけ取ったんだけど、まあ、2級のこっちが、鉄公認テキスト、まあ、教本ですね。で、これ同じ2級のこれが過去問なんですよ。問題集。で、一応一通りね、やったんだけど、私はね、勉強法とか学んで、参考書メインにしてたらダメだっていうこと、効率が悪いっていうのを学んでたので、まあ、これさらっとやって、問題集の方メインで結構やってました。時間かけて。もしくは、この参考書の中でも、問題がこう、やっぱり出てるので、どちらかというと、そのまとめのページとかよりかは、問題のページを重点的にやります。それでね、すごく良かったんですよ。やっぱり読んで分かった感じになってたんだけど、実際問題解いてみたら分かってなかったなとか。っていうふうに問題をメインにしてもらった方がめちゃくちゃ伸びるし自分のものになるので、ぜひこれね、参考にしてみてください。まあ本とかもそうですよね。普通に本読むときにただただ読むよりかは、自分の中で質問、自分自身に質問しながら、これはこういうことかな、これをこういうふうに取り入ればいいのかなとか、何が言いたいんだろうとか、っていうふうに問題集みたいな感じにしてやってもらった方が本の内容って頭に残りやすいと思うので、私もね、あ、これどこを動画にできるかなっていうのを考えながらね、2週目3週目を本読むようにしてるので、こんだけネタもたくさん提供できるんですよね。ということで、ぜひね、もっとたくさん本読んでほしいって方は、いっぱい私の動画見て、広告収入のご協力よろしくお願いします。切実でですね、まあそんな感じで本の読み方、勉強の仕方にも使えますね。で、3つ目の特徴がですね、得点を記録すること。で、まあ、一見良さそうに見えるかもしれないし、例えばトイックの模試でね、スコアの点数つけますよね。それで上がったとか下がったとかで、ちゃんと勉強になってるのか、なってないのかをね、皆さん判断していただいてると思うんですけど、あとはその点数で終わっちゃったらもったいない。私ずっとそうだったんですよ、本当に。800点台までね。もう点数やって一喜一憂して、ね、なんかそこに重点を置いてしまったんですけど、大事なのは得点の記録じゃなくて、皆さんの苦手なところの記録です。なので、何をすべきかを学んで記録していった方がよっぽどいいんですよ。だから、スコア低くて嘆く人いますよね。トイックのスコアやってんのに全然伸びないとか。逆にそれはラッキー。だから、どこがダメなのかとか。ここをやれば逆に伸びるんだな。っていうふうに考えてみてください。なんで、苦手を記録する。スコア記録ももちろんいいんだけど、スコアよりかは自分の苦手を記録していくことが大事になってくるかと思います。で、4つ目の頭が悪い人の勉強法、特徴はノートを整理することなんですけど、まあ、これはね、結構なんか人によってね、結構言われてる人もいると思うんですが、ノートをね、きれいに書こうって思うとなぜいけないのか。まあ、ノートきれいの方がもちろん見やすいし、いいかもしれないんだけど、普通に考えてみてください。皆さん今頭の中でなんか考えてますよね。その考えてることとか、まあ私のこの喋ってる内容でもいいんだけど、ノートについてきてください。書いてみてください。全部一語一句。
無理じゃないですか。多分この速さで書くことって無理だと思うんですよ。頭の中で考えてることをノートに書き出そうってなったら、必然とスピード速くなるんで、ノートの文字なんてぐちゃぐちゃです。で、私の場合、例えばアイデアが湧いた時に、それ綺麗にこうノートにまとめようってやってたら無理ですから、もう図でこう書いたりとか、矢印ピーって書いたりとか、もう本当今のこの動画のあれもですね、こんな感じでも結構図とかでもノートもぐちゃぐちゃな感じなんですけども、まあそういうふうにノートを整理するんじゃなくて、皆さん頭の整理をしましょうっていうことなんですよ、正しくは。だから頭の中で考えていることをまとめてみる。それがノートの正しい使い方ですね。またノート術については、最近ハマってるこのバレットジャーナルとかですね、ノート術の動画、まあ前に出しましたね、このチャンネルでも出したし、セカンドチャンネルのちびありチャンネルの方でも出したので、まあ概要欄の方からね、飛んでよかったら見てもらうか、検索して探してみてください。なんか字綺麗な方がいいって思うかもしれないんだけど、大体ね、私が見てきて、頭の回転早い人とかは字汚いんですよ。営業の人とか。でも、まあ、字綺麗に書くのが仕事じゃないでしょ。みたいな感じでね、言ってたことがあって、あ、なるほどなって思ったんですけど、ノートをね、上手に使ってください。ノートに使われるんじゃなくて、自分がノートを使いこなせって感じです。名言、今日の。で、5つ目の最後のポイント、意志力についてなんですけれども、実は意志力って何かをやめたい場合は、非常に必要なんですよ。タバコやめたい、お酒やめたいとか。でも逆の場合、勉強続けたいとか、ジムに通いたいっていう、何かやる場合は逆なんですよ。意志力必要ないんですよ。だって皆さん、服さ、着ますよね。服毎日着るのに意志力ないじゃないですか。何も考えずに別に服着ますよね。まあ、たまに裸族の方いるかもしれないですけど、服着るのってもう自然と意志力関係なしに着てるじゃないですか。トイックに関しても、まあ、いろんな生徒さん見てきて、やる気がある人って意志力高いから、初めの1ヶ月間めっちゃ頑張るの。もう1日3時間とか5時間とか勉強してくるんですけど、私が見てきた中ではほぼほぼ2ヶ月目とかは上がってきます。意志力とかを高めようっていうのは間違いで、逆に何にも考えなくてもできるような習慣を作ること、環境を作ることの方が大事です。私もね、昔OL として働いてた時があったと言ったと思うんですけど、その時って本当わかりやすくて、意志力なかったんですよ。だから続いたんですよね。なんでその理論を逆に使っちゃおうっていうような感じの内容になってくるんだけど、 OL ってさ、朝出勤してもうこれをやって、経理やってとか、こう確認してとかで、これやってで今日帰ってって、もう何にも考えなくても、こう一日同じこうやることが決まって、ルーティンで決まってたんですよ。だからふと振り返った時に、なんか時間過ぎてる、もう1年経っちゃったみたいな感じになってしまうんですよね。だから意志力ないとそんだけ続くんですよ。で、ふとこれでいいのかなとか、ちょっとそういうふうに自分の頭で考え始めた時に、やっぱりこれはやめた方がいいと、自分には合ってないということでやめれたんですよ。だからやめたい時には、意志力とか皆さんの気持ちとかモチベーションとか頭で考えることというのは非常に必要です。でもやりたい時には考えの方が続くこともありますっていうことですね。で、今言ったこの5つの勉強法って多分非常にありがちなんですよ。なんでかというと、学校でこれ教えてんですよね。頭が悪い人の勉強法を学校で教えられてるので、例えば苦手克服しましょうとか、あとは、まあ、参考書読むのもそうですね。テキストよく読みましょうとか、点数ね、テストの点数でいろいろ成績判断されたりとかあるじゃないですか。だからそういうふうに教えられてきて、周りもそういうふうに思ってる人が多いし、多分8割ぐらいの人がそういう形で勉強をしてるので、周りに惑わされやすいんですけど、そこに気をつけるだけで、逆に言えばその8割の人から1個抜き出ることができるんですね。それだけです。だからこの5つ守るだけで、5つをしないようにするだけで、人よりも一歩進めるような勉強法なので、これは非常に皆さんね、一人でも多くの人にね、知ってもらえたら私も嬉しいです。で、今日のですね、コメント返信コーナーなんですけれども、前ですね、トエックが2週間で200点アップしたっていう視聴者さんの勉強法を紹介させていただいた動画あったんですけど、すごいですよね。それにコメントはケースさんから、解説全部読むと時間かかりませんかという質問をいただいて、主演石井さんがね、ご質問を返してくれてます。私の声にありがとうございます。この方も勉強法をコメントしていただいて、非常にトイックのスコアも伸びてて素晴らしい方なので、まあ解説読み込まないと身につくレベルまでいかないですと。本当に15年くらいスコア横ばいでしたが、頭に叩き込むつもりで解説も読みまくったら停滞期から抜け出せました。コメントありがとうございます。代わりに私も本当同意見ですね。解説全文読むと時間かかります。かかるんだけど、さっき言ったように何回テキスト読んでたところでダメなんですよ。問題集をやらないと意味がないっていうのと一緒で、解説とか読んでちゃんとシャドーイングとかも知った方が絶対いいです。その方が伸びてくる。まあ、そこまでしなくて伸びる人だったらいいかもしれないけど、ほとんどの人は身につけたいと思っていると思うので、ちゃんと解説も読んでしっかり
把握してから作動演があったりとかした方が確実に自分のものになるんですよね。どうせ勉強するのであればちゃんと自分のものになるような勉強の仕方をやって結果出していくことでさらにそれがねモチベーションにつながってくると思うので、そういう形で皆さんのモチベーションがちょっとでも上がりましたらグッドボタンで教えてください。皆さんの高評価が私のモチベーションになりますということで、またね勉強頑張ってる方はこの BMN カレッジチャンネル登録で、入学できますので、チャンネル登録忘れずにしていただいて次回の動画も楽しみに待っててください。ということで See you。この動画は BMN カレッジ勉強マニア七瀬の提供でお送りしました。 Twitter で学べる一言、インスタで英語名言配信中です。よかったらフォローお願いします。